久保さん英語,にしましょうか英語ね、僕ね、あの、話せなくてもいいと思ってて、まあもちろんその、外人とけ、外人の方とそのお仕事するとか、まあ一緒に暮らすとかだったらあれかもしれないですけど、まあ僕はめったに多分ないんですよね。そもそも外人さんとお話しする機会もないですし、その日々コミュニケーションしてどうのこうのっていうのもないですし、 で別に英語の海外のサイトを別に見ないし、うん、まあ僕の今のライフの中には必要がないんですよ。だけど昔その英語を覚えといた方がいいよみたいなね。なんかあの、でも僕は将来そんな使わねいだろうなみたいな。でも勉強しなかったんで未だに英語はよくわかんないですけど、ただまあ時代が追いついてきまして、今なんかスマホあれば、まあこう、ね、こんにゃくこんにゃくじゃないですけど、なんかもうかなり、かなり かなりリアルタイムで婚約ができるっていうね。だから、o g l e が出してるスマホでもその機能がすごくいいみたいで、なんかそれを宣伝してたのをちょっと見たんですけども。だからも多分ね、あと10年も経ったらもう本当にスマホ1であれば、もうスマホここに置いた、置いてね、会話ができるみたいな。<laughs> もう同時通訳みたいな。多分もう余裕でもう10年以内ってか今もいけるかもわかんないですけど。そう。だからまあ、あんまいらないんじゃないかなと思うんですよね。<laughs> まあ時代が追いついてくるというか。 うん、まああとはもう正直そのねもう僕は人間にそ,そのうちチップ入れると思うんでチップ入れたらチップ入れた同士でこう会話ができるというかねもうもはやもうそのチップで無線でこう会話もう喋ることも必要なくなってくるんじゃないかなっていう <laughs> 究極はね。 まあそれはまあ結構まあチップ入れてどうのこうのネットでネットで人間と人間がつながるっていうのはまあ僕が死んだ後になるかもわかんないですけどでもそのうちネット上に人と人がリンクするあのそのなんだそういう機能も多分ついてくると思うんですけどねだからこれは結局その時代背景というかうん そろばんを教えてる、そろばんを売ってる会社だったりとか、そろばんを教えてるわけですから、まあ、電卓は排除したいですよね。だって、そろばんいらないよって言ったら、そろばんを教えてる先生どうな,どうなるのって話して、そろばん作ってる会社一気に潰れるだろうし。うん。でも、じゃあ今、ポケベル売ってた会社はどうなってるかっていうと、まあ、形は変えて生き残ってるかもしれないですけども、全盛期のような形でポケベルを売ってることはないじゃないですか。今、ガラケーもね、 あの売ってないですよ、ね、まあまあかた、あのー、一部は売ってますけどね、その業務用みたいな。まあ仕事で使う人はガラケーはいまだに使ってるんですけど、まあ基本的にその一エンドユーザー、一般向けの商品としてはガラケー売ってないですから、今。うん。だからもうどん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 時代変わりますので、これが常識、これがこうだよっていうのは、10年後、20年後、まあ古びていく。 あ,あれは何だったんだってなっていくっていうのがオチなんじゃないかなと思いますね。それはの時代の流れから学べると思うんですよ。当時はこれがこうだよ、こうだったけど、こ,うこれが正しいみたいになったけども、じゃあ10年後の今、20年後の今、じゃあそれはどうなってるんですかという話ですよね。いってらっしゃい。